通勤型車両として昭和58年に登場の1万系。1万系はオールステンレスの軽量車体で、海自直波制御を採用した省エネ車両です。VVF インバータ制御を採用した1万80系は1万系の兄弟車で、乗り心地の向上と高性能化に重点を置いて設計され、昭和63年に登場しました。前面のスタイルは1万30系と同じです。4両固定1編成で、1万系1万30系との共通運用のため、鉄道ファンが写真に収めるのが難しい形式の一つです。昭和63年から伊勢崎線と営団地下鉄日比谷線の相互直通乗り入れ用として登場しました。車体はオールステンレス。左右非対称でありながら、スマートですっきりとしたマストをしています。2万系の制御装置は、9000系でも実績のある視界路直波制御を採用しています。2万系のモデルチェンジとして登場した2万50系と2万70系。平成4年から登場した2万50系はVVVF インバータ制御を採用しています。2万50系は1号車2号車と7号車8号車は東部初の5ドアとなり、ラッシュ時の混雑緩和に大活躍しています。また正面向かって左上に5ドアの表示があります。平成8年に登場した2万70系は3ドアを採用しています。2万50系、2万70系の前面のスタイルは2万系に似ていますが、行き先表示器が LED 化されています。これは3万系が新しく作られ電気機関車で牽引された時の様子です。
台工場に改装して入場し、本格的な検査が行われ、路線に搭乗しました。3番系は現在工事が進められている伊勢崎線と営団地下鉄半蔵門線の相互直通運転が可能な車両として平成9年に誕生しました。東武鉄道の中で最も新しい形式がこの3番系で、東武鉄道初のワンハンドル式の運転台を採用しています。3番系の第一編成はアルナ後期製です。3番系は VVVF インバータ制御、LED の行き先表示器、シングルアームパンタグラフの採用など、優しさをコンセプトに設計され、省エネルギーとメンテナンスフリーに優れた車両となっています。石油類の貨物輸送を中心に、新造車両の輸送にも活躍する電気機関車。電気機関車は現在館林機関区所属の4両のみとなっています。ED5060 型は昭和35年に誕生しました。現在 ED5060 型はこの5063が在籍するのみとなりました。ED5080 型は昭和45年に誕生しました。ED5080 型は5081から5083の3両が活躍しています。こうした輸送の安全を守る車両も活躍しています。この河川検測車は河川の摩耗などの検査を行っています。東武鉄道を陰で支える車両によって、安全で快適な輸送が提供されています。